アゼチ。ヒサ系アゼチ、シシアゼチ、提携暗殺、アンサ、シシアンサッシは、中国の地方官。時代が変遷するにつれて、その職務内容も変化するが、新朝では管轄する省の司法、治安、観察を司さどった。通常は、アゼチ故障され、この記事でも、以下単にアゼチと表記する。また、ゲッツ詩、月代あるいは連舫とも干渉される。英名では、 プロビンシャルジャッジーもしくは、ジュディシャルコミッショナーと表記する。近代以降は、中国内の疎開、植民地における、高等法院外国人判事も、アゼチと称した。以下では特に新代におけるアゼチを中心に解説する。アゼチの名は、当朝の時にすでに見え、英宗の時に巡査誌をアゼチと名を改めている。下って、北総人宗の時には、 天文史をアゼチと解明している。アゼチが司法的な勘となったのは、両性衆の治世以降のことである。連邦という名は損傷であるが、これは、元清楚の時アゼチが連邦司かさと解消されたことに由来する。現代、地方行政は、行中諸将が強力な権限を有していたが、次いで起こった明朝ではその権限を、軍事、財政、司法の三つに分割し、そのうち、 観察、司法を専門に担う官として、アゼチを設置した。民の後、中国を支配した新朝は、基本的に民の制度を踏襲している。まず新朝の地方行政を簡略に記す。王朝支配地は、直令省や関東省といった、省単位に分けられ、その一省から数省を統括する官僚として、総督を、各省ごとに準備を置いた。さらにその下にアゼチと、 財政、民政を職務とする不正士が配置されていた。アゼチと不正士は、よく、両氏と並び称される。省はさらに道、府、州、県、町と行政単位が細分化され、それぞれ動員、地府、地州、地県、同地といった行政長官が配置されていた。官品から言えば、総督が政府たしな、準部、不正士が十二品、アゼは、 肖像品であり、すなわち、地方行政の中では、ナンバー4に位置する体幹となる。動員から、同地までは、正4品から正7品に過ぎない。ただ、不言すれば、総督純部とアゼチは上下関係にあるが、不正史とアゼチは上下関係にあるわけではない。官品的に不正史の方が格上とされるだけである。留意しなくてはならないのは、 全近代中国の地方行政区の主張、例えば地府や地州、地県などは、行政も、司法、裁判官と検察も兼務する、いわば総合職だという点である。したがって、以下で、下級審という言葉を使用していても、それは、地府や地州、地県自身が行う裁判であり、判事といった、専門職に就いた官僚が行うものではない。正式名に見える、氏は、 役所名であり、アゼチはその長官である。基本的に各省に一人ずつ配される。ただ例外的に、新京省と台湾省のみは、新京鎮、進む道、台湾道という地方官がその地の暗視をそれぞれ兼務し、単独では配置しなかった。そして、アゼチの補佐として配下に、経歴、知事、テルマ、司笠国という官が置かれた。 ただし、補佐として置かれる官は各省ごとに移動があって、一様ではない。例えば、昭馬は暗記省や復建省など7省で置かれているに過ぎない。彼らには、以下のように具体的な職務があり、その役所も安積市の付近に置かれている。あるいはその中にある場合もある。また、上記の官僚たちに使える処理、画役と呼ばれる人々がおり、雑務をこなした。 前者が事務的な処理を行い、後者が肉体労働的な処理、逮捕や監視等を行った。これも、省の規模などにより、人数は様々であった。このほか、アゼチ本人が個人的に雇用する爆友と呼ばれる私的ブレーンがいた。いわば政策秘書であるが、その存在意義は、地方行政にあって無視できないものがある。上層文の基礎や詳しい法律知識など、 秘書的役割を幕友が担っていた。司法関連で雇用された幕友を特に、敬明幕友と言い,い、財政関連の幕友は、戦国幕友という。なおこの幕友には、石膏省、特に、商工出身者、商工視野が多かったことで有名である。幕友のような専門的知識を有する者が必要とされたのは、アゼチといえど、大臣立領や大臣回転にって、 隅々まで熟知していなかったためであり、さらに言えば、官僚となるための試験拡挙には、法律知識を問うような実務的な内容は、一切含まれていなかったことも、爆有を必要とした理由である。官僚の司法的専門知識に関する問題は、新末の完成改革でも、焦点となる。さらに、中国の官僚には、出身地との輸着がないように、地元以外のところに赴任する。 本跡回避のせいというルールはある。そのため認知についての情報に疎くなりがちなため、情報収集や地元有力者との接触を担う人材が必要であった。また前述の処理、外役は民衆からの手数料を生活の主としたため、ややもすれば利己的行動に走りやすく、それを制御するものも必要であった。将来の司法、治安、監査を滑るアゼチの役所は、 その職務に応じ非常に大規模である。例えば直令省の安ぜち氏を例にとると、この省には、新大、第二新クラス、府や直令州の裁判所が20が、第一新クラス、州や県、町が143カ所あった。それらを統括するために、安ぜち氏には、東某、中保某といった名のついた28ものか、某はかにあたるが設けられていた。このうち20ものかが、 集権の裁判事務に対応するために設けられたものである。地域ごとに担当区を分けていた。残りの発火は強盗殺人の事案を集権官に督促するためのもの、文部官の官職証拠の査定やその犯罪についての事務を扱う者、他省との接衝の担当など事務の性質によって分けられたものであった。アゼイチの職証は新志向職官司に 以下の通り簡単に記されている。このように、アゼッチの職償は、主として、将来の治安、観察、裁判を司さることであるが、それ以外の一般的な政務にも携わる。以下に、もう少し詳しく解説する。アゼッチは将来の治安維持を担っていた。具体的には、当時各地域に、歩行性という相互監視、連帯責任を基本的性格とする。 治安維持組織があったが、その管理もアゼチの職務であった。1798年、下京三年までは、総督や、巡部の管轄であったが、それ以後はアゼチが担ったのである。また、府、州、県などより、強盗や無本といった案件の知らせが届けば、直ちに総督や巡部に相談し、緑英の兵を投入し、鎮圧に向かわせた、兵権は、総督。 順部にある。アゼチは、刑明の早期、司法の元締めと言われるように、管轄省内の司法に、大きな責任を有していた。アゼチの具体的な職務に触れる前に、若干、慎重の司法について述べる。近代以降、と言っても国によって、種々違いがあるので、ここでは仮に、日本の裁判制度との相違を念頭に置くと、アゼチや知見といった、 行政官が判決を下し実行できる刑罰には、官職のクラスによって制限が設けられていた。地州、地県といった下級行政官の場合、判決を出し執行できる刑は、その刑が下と、杖、活性レベルの場合に限られる。それ以上の罪に該当すると考えられる場合は、裁判経過などの書類及び、判決文言案、犯人の身柄を、不や道に送置し、 改めて裁判を吟味した上でアゼチに送る。アゼチはさらに再度審査し、さらに総督、準部に追う加害を立てる。それが都在である場合は、そこで、ようやく判決文言案が、判決文となって刑が確定する運びとなる。流罪以上は、さらに中央官庁の行部等の判断を仰ぐことになる。また死罪に関しては、皇帝の認可がなければ執行できない制度となっている。 なお裁判の性質という点から言えば、全近代中国において民事、刑事という区分は存在しない。というよりも、あらゆる事案は刑事的側面がどの程度かという観点から分類、処理されていた。貧民同士の争いが殺害に帰結した場合、それは重大な事案となるが、ある有数の資産家の没後に起きた。 遺産争いは、刑事的要素が希薄であるから重要性は減じ、下級新クラスでも処理できると判断されるのである。裁判を扱うといっても、すべてを対象とするものではなく、府、州、県といった下級行政単位における裁判に不服があると、上告されたものを審理する。上告されても、それをすべて扱うわけでもなく、下級の官庁、上告された県や、 州の近隣にある別の行政区に委託し再審理させることもあった。これを維新という。しかしアゼッチ自ら審理を行うことが定められているものもある。上告された案件において、原審の官僚に不正、収賄、拷問があるとの訴えがある場合は、自ら裁判に臨んだ。また、一発し、維新した案件について、再び上告された場合も自ら審理を行わねば、 なならない通常に比して重大な案件と思われるものについては直接関与した。例えば官僚が被告となっている裁判に関しては不正使とともに審査に当たることが定められている。このほか上司に当たる総督あるいは準部より特に審理せよと命ぜられた案件も不正使とともに審理する。上司から委託されたものを再度下級審に丸投げすることは許されていなかった。 さらに、都在以上の追放罪、死罪に当たる案件を審理する。これらに相当すると判断される案件は、道、府、州、県から報告されて、アゼチが自ら審査に当たる。下級審は、判決文の素案と犯人の身柄を、アゼチのいる症状まで送るのである。ただ、アゼチは、直接取り調べても、最終決定権があるわけではなく、その審査結果をまず総得、順部に報告し、 さらに中央の行部、そして皇帝へと上層することになっている。府、州、県で行われた裁判に関し、その担当官僚から報告を受け、正常な裁判が行われているか否かを監督する。裁判に不当性が認められるときには、判決を破棄して、再審をさせたり、あるいは直接の部下を派遣して、承認、関係者を尋問したり、審理させる権利を有する。 下級審で扱った案件中、人命に関わるものや強盗案件については、アゼッチは随時報告を受けていた。案件の種類によって決められた期日内に3日ほどに概略を報告書に認め提出することが、下級審の官僚たちには細かく定められている。また被害者や関係者からの聴取、容疑者の自白が得られた場合も詳しく、アゼッチに報告する義務があった。 ある章ではその期限を1月以内としていた。こうした下からの細かな報告の義務付けは、その不正、虚偽を防ぐためのものであり、またアゼチが、具体的な事例に基づいた指示が出せるようにという、量からであった。アキシンとは、資材犯に関する裁判を指す。アキシンは、各地の総督、順部が主催して行うが、その責任は、アゼチが担う。アゼチが中心となって、 審議を進め、判決文訴案を作成するからである。主公館の名はそれに由来する。悪心の時期になると、各地から、アゼチのところに囚人が送られ、再度死罪に値するか不正死と抗議の上吟味する。その結果をまず総督、準部に報告し、彼らから皇帝に上奏して裁断、すなわち刑を執行するのか、翌年まで延期するのか、減刑するのかと仰ぐのである。 アゼッチは省内における全ての監獄運営の総責任者でもある。また直接には紹介、日本の都道府県庁所在地にあたるにある省内最大の監獄、所位、士官を管理する。この士官には、上国によって下級神から移された囚人や官僚でありながら、罪に問われた者が収監される。その責任は非常に重く、例えば1770年、 天竜35年に、厚生省の主官から脱獄者出た時には、それだけで安土とその部下の死獄は免職となっている。駅伝とは、馬によって、上層文などの公的文書や物品、さらには囚人を運搬あるいは誤送するシステムである。現在の郵便制度に近いものといえる。各地に、駅と称する拠点を設け、そこで普段から、幾等もの馬を養い輸送の際使用する。 駅の数は省によって異なり、下境時期を例にとると最も多い甘縮省などは330箇所以上あり、最も少ない関東省では10カ所ほどである。これは南線北馬という言葉があるように、南方の省ではクリークが発達し、馬よりも船が徴用されたためである。駅伝システムは、直接的には道、府、州、県の官僚がその整備維持を担ったが、 1778年、隆竜43年以降、それらを総括する職務をアゼチが言った。アゼチは省内における下級文官の勤務表情を行う。具体的には、中国の地方官僚、総督と準部は含まずには虎、実、猿、イの年に、つまり三年ごと定期的に体系と呼ばれる勤務表情が課さるが、アゼチはそれを審査する考察官の一人となり、 下級官僚を評価した。小レベルで行われる課境里見というが、これは3年ごとに実施される。その際、アゼチは試験が不正なく行われているか、密議員、試験会場を監視する役目を担っていた。具体的には常に会場内を巡回監視した。新末、近代に対応すべく、完成も改革されたが、司法分野においては、 地方の独立を追求する形で改革が進められた。その中で、アゼチは廃され、帝邦市が設置された。1907年、高所33年6月以降、東北三省、両寧省、吉林省、国立高省を皮切りに設置され始め、1910年、戦闘2年になりようやく全省が、アゼチから帝邦市へと置き換えられた。 帝邦氏は省内の検察を担う行政官で、省ごとに一人置かれた。官品は、肖像品。過量として、総務、経明、天国が配置された。職務は省内の司法行政の管理であり、具体的には省内の裁判所や検察庁、監獄の管理であった。理法よしみ、官場原業機、第23回には、あるアゼッチが、上告案件を取り上げた際、 ヘマな取り調べをカンプに行って失敗する笑い話がある。ただしオチはない。しかし具体的な取り調べのやり取りが描写されていて、興味深い内容となっている。信頼の司法制度は、現代のものとは異なっている部分があるものの、下級審の不正を許さぬよう、監査に監査を重ね、細かな報告を期限付きで義務付けていることから、わかるように、それなりの整合性。 妥当性を持った体系を有していた。死刑などにも慎重であって、制度的に法務大臣クラスどころか、皇帝の承認がなければ処断されなかった。しかし現実には骨抜きにされることが多かったことが、上記、感情原料記や樹林返しを紐解くと明らかになる。この二章はフィクションではあるが、いわゆる暴露小説に分類されるもので、登場人物などは架空であっても、 その官僚たちの腐敗した様は現実を写し取ったものに他ならない。アゼッチなど中級心は下から上がってきた案件について不当として退りけることもできた。これを核という。しかし実際には下級心の官僚たちのメンツ、中国はメンツの国である、お考慮し覆すことは稀であった。上訴してきたものをなだめたり、脅したり、 あるいはその案件を放置した投上げするなどは日常的であったと言われる。そこには、官が官をかばう構造が厳然とあった。最高権力者である皇帝が厳正に裁判をする、よういくら上サトルを出しても、ついに官僚同士の誘着が引き起こす不正はなくすことができなかったのである。近代以降、東アジアに欧米列強が進出してくるようになり、欧米の諸制度を疎開。 植民地に移植するようになると、類似の機能を持つ者に中国における名称を与えた。このアゼチもそうである。イギリスが上海に設立した高等法院のチーフジャッジオブシュプリームコート、すなわち首席判事の中国名称をアゼチと称した。別にアゼチ氏とも呼び、香港、マカオでも首席判事をそう呼称した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。